5月14日の d n a 戦で通算2352安打とし、川上哲治を抜いて日本歴代13位となった巨人の大黒柱、坂本勇人35。推定年俸は日本人選手最高峰の6億円である。しかし、その花々しいキャリアの裏で、約1億円もの申告漏れを税務当局から指摘されていたことが分かった。アアアスタリスススススタタタリリリククク 東京国税局の関係者が明かす、渋谷税務署が管轄する渋谷区には多くの高額納税者が住んでいますそこで同署は区内在住のスポーツ選手を対象に納税が適正に行われているかを重点的に調べる方針を昨年夏に打ち出し水面下で作業を進めてきましたその過程で少なからぬ金額の申告漏れが疑われるアスリートが複数人浮上したのですが うち1人が坂本選手だったのです坂本への本格的な税務調査は、昨シーズン終了後から始まったというのだが、渋谷署の見立て通り、坂本選手は、毎年の確定申告で銀座や六本木の高級クラブなどの飲食費を必要経費として計上していました。金額にして年間およそ2000万円、直近の5年を遡って調べたところ、毎年のようにこれを続けており、 総額で約1億円もの過大な経費の計上が確認されたのです。これまで飲食費は認められてきたなどと主張そもそもプロ野球選手の飲食費が必要経費として認められるケースはあるのだろうか。税務申告において必要経費であるかどうかは自らの収入を得るために必要なのか否かを基準に判断されます。とは税理士の浦野弘明氏であるプロ野球選手であっても 例えばバットやシューズメーカーの人との飲食なら経費に計上できるといった基準はありません。その会食を催すための根拠となる大義名分があるかが重要になります。一人であるいはチームメイトと飲食した場合、その費用は収入を得るための手段とは考えにくい。私的な支出である以上は必要経費とは認められませんが、にもかかわらず毎年計上していたのであれば、 悪質な申告漏れとも言えるのではないでしょうか先の国税局関係者は指摘を受けた坂本選手は見解の相違を理由に速やかに修正に応じる姿勢を示さなかったと言います本人の確定申告は毎年親族が代表を務める個人事務所が主体で言っているのですがこれまで飲食費は認められてきたなどと主張していると聞きました いかに体が資本の仕事とはいえ、年間2000万円もの飲食費、とりわけ飲み代などが必要経費とされるのだろうか。